五月人形っていうのはその生まれたお子さんにとってのお守りという意味もありますので、私としてもそういう気持ちとか思いを乗せて心を込めて作ってますね。生産とかそういうものはカチッとしたものができますけれども、やっぱり手作りの味風合いっていうのがやっぱりそれぞれ一個一個に現れると思うので、そういうところにこだわりを持って一つ一つ作っております。